ナッソーの戦いは、アメリカ独立戦争中の1776年3月3日から4日、バハマのナッソー港にいたイギリス軍を、アメリカ側の軍隊が、海陸から攻撃したものである。アメリカ海軍と、アメリカ海兵隊のそれぞれ前進であり、創設されて間もなかった、大陸海軍と、大陸海兵隊にとって、初めての出航であり、初めての戦闘になったと考えられている。 また、大陸海兵隊にとっては、最初の海陸共同による上陸となった。撥葬襲撃と呼ばれることもある。大陸海軍の艦隊は1776年2月17日に、デラウェアのケープヘンローペンを出港し、バハマで保管されていると考えていた火薬や弾丸を手に入れる目的を持って3月1日に、バハマに到着した。2日後に、海兵隊が上陸して、 ナッソー港の東端にあるモンタギュートリデを占領したが火薬が貯蔵されている町には進まなかった。その夜ナッソーの知事が戦闘ガスティンに向かう船舶に火薬の大半を積ませた。3月4日、大陸海兵隊は進軍してほとんど守りのなかった町を占領した。アメリカ側の軍隊は2週間ナッソーに泊まり、残っていた火薬や弾丸をできる限り取り上げた。 その艦隊は4月初旬にコネチカットのニューロンドンに戻った。その途中でイギリスの補給船を一隻捕獲し、4月6日に行われた海戦ではイギリス海軍の HMS グラスゴーの捕獲に失敗した。バハマの地図1775年にアメリカ独立戦争が勃発した時、バージニア植民地のイギリス総督ダンモア卿はその指揮下にイギリス軍を置いており、 バージニアにあった武器弾薬が植民地人民兵の手に落ちないためにイギリス領バハマのニュープロビデンス島に移させた。バハマの知事モンコール・ブラウンは1775年8月にトマス・ゲージ将軍から植民地人がそれら物資を捕獲しに来るかもしれないと警告されていた。大陸軍は利用できるか役に急迫しており第二次大陸会議に働きかけて 海軍の遠征隊を組織するよう仕向けた。その目的は、ナスソーの軍需物資を捕獲することだった。大陸会議から、その遠征を指揮するよう選定された、艦隊司令のエセク・ホプキンスに命令が出たが、その指示は、バージニアや両カロライナのイギリス海軍の標的を偵察し、襲撃することだけであり、別の指示は、大陸会議の海軍委員会の秘密会議で、 ホップキンスに与えられた可能性がある。1776年2月17日にデラウェアのケープヘンローペンを出航する前に、ホップキンスがその艦隊の艦長たちに与えた指示には、バハマのグレートアバコ島で落ち合うということが含まれていた。ホップキンスが進発させた艦隊は、アルフレッド、ホーネット、ワスプ、フライ、アンドリュードリア、カボー・プロビデンス及びコロンバスで構成された。 これらの艦船に乗り組む水兵の他に、サミュエル・ニコラスの指揮する海兵200名が乗り込んだ。強風が吹いたにもかかわらず、艦隊は1階になっていたが、フライト、ホーネットが艦隊から離れた。ホーネットは修理のために機構を余儀なくされ、フライは最終的になすそうで追いついたが、襲撃した後のことだった。ホップキンスは2隻の艦船を失ったことでも断念はしなかった。 イギリス艦隊の大半が強風のために港内に止まっているという情報を得ていたからだった。ブランチ事はアメリカの艦隊がデラウェア海岸沖で集結しているという情報を得ていたが防御のために意味ある行動を取らなかった。ニュープロビデンス島の港には2つの防御施設があった。ナッソウトリデはナッソウの町自体にあり、海陸からの攻撃に対しては防御のしにくい位置にあった。 またその壁は所有する46門の大砲を支えるだけの強度がなかった。1742年に建設された港の東端にあるモンタ牛ュー砦が港の入り口を見張っていた。襲撃があった時、この砦は17門の大砲で守られていた。ただし、火薬と物資の大半は撥葬取り出にあった。アメリカ艦隊は1776年3月1日に、 アバコ島に到着した。ここでロイヤリストが所有する2隻のスループ船を捕獲したが、乗船していた者の一の人は、グリーンタートル、K のギデオン道船長であり、ローは船首にパトリオット側に回るよう圧力をかけた。地元船の船長ジョージドーセットがアバコ島から脱出して、ブラウン知事に反乱側の艦隊が到着していることを知らせた。 上陸用の部隊は翌日捕獲した2隻のスループ船とプロビデンスに乗船し攻撃の作戦が立てられた。艦隊主力が後方に控えている間に上陸部隊を乗せた3隻の艦船が3月3日の夜明けに港に入り警報が発せられる前に町を支配するものとされた。夜明けに上陸するという作戦は誤りであることが分かった。3隻の艦船が 朝日の中で死人されて、ナッソーで警報が発砲され、寝床にいたブラウン知事を起こしてしまった。ブラウンは、ナッソー取り出から民兵たちに警報を発するために、大砲四門を発砲させた。そのうち二門は発砲した時に、砲河から外れた。午前七時、ブラウンは、顧問の一人であるサミュエル・ガンビアと協議し、島にある火薬を動かして、港に停泊している。 快速船ミシシッピパケットに移すべきというアイディアを検討した。この二人は結局そのアイディアについて何の行動も起こさなかったが少しでも水狂いをするために家に戻る前に30名のほとんど武装していない民兵にモンタ牛トリデを押さえておくよう命令した。アメリカの軍隊はナッソ荘トリデで警報の大砲が発せられた音を聞くと吸収が失敗したことを認識し、 襲撃を中止した。艦隊の艦船は、ナッソーの東約6海里のハノーバー湾で再結集した。ホップキンスが作戦会議を招集し、新しい作戦が練られた。現在信頼されている証言によれば、ホップキンスの副艦ジョンポール・ジョーンズが、新しい上陸点とその作戦を率いることを提案した。ジョーンズはその作戦会議に出席した艦長たちの多くとは異なり、 その地域の海には不安ないだった。上陸部隊はその地域に馴染みがあったカボウのトマス・ウィーバー中尉に引きられた可能性が強い。上陸部隊はさらに50名の水兵を追加し、3隻の艦船にバスプが支援船として従い、モンタギュー砦の南と東の地点に運んだ。正午から午後2時の間に上陸部隊は抵抗なく上陸を果たした。これが アメリカ海兵隊となった軍隊にとっての最初の上陸になった。1803年に描かれたナッソー、高校はナッソーのすぐ北、た北区島の両側にあった。モンタ牛ュー砦から文献隊を率いて出たバーク中尉が反乱軍の行動を調査していた。その部隊は圧倒的に無勢だったが、反乱軍の意図を見定めるために急戦の旗を持った死者を送ることにした。このことから、 反乱軍の目的は火薬と軍需物資にあることが分かった。一方で、ブラウン知事は別の80名の民兵と共にモンタギュー、砦に到着した。ブラウンは前進してくる敵勢力を知ると、砦の大砲3本に発砲させ、数人の兵士を残して、残り全てがなす層に交代するよう命令した。ブラウン自身は知事校舎に引き返し、民兵の大半も抵抗するまでもなく、 自分たちの家に戻った。ブラウンは反乱軍と二度目の交渉をするためにバーク注意を送り出した。この時は敵の指揮官に彼の様向きを知らせ、何の根拠でその部隊を上陸させたかを知らしめるためだった。モンタ牛取り出の大砲が発砲したことでニコラスは幾分心配になったが、その兵士たちが砦を占領し、バークが到着した時には、 部下の主観たちの次に移る行動について相談していた。彼らはバークに火薬と武器を取るためにここに来たのであり、街を襲う準備をしていると伝えた。バークは午後4時頃に戻って、ブラウンにこの情報を知らせた。ニコラスとその部隊は、ナッソに向けて前進するでもなく、その夜はモンタギュートリデに泊まっていた。ブラウンはその夜に作戦会議を開き、 火薬を移動させることに決めた。その深夜、200樽あった火薬のうち162樽が、ミシシッピパケットと HMS セントジョンに積み込まれ、午前2時には、ナス走行を出て、セントオーガスティンに向かった。ホップキンスがその艦船に、ハノーバーワンで安全に停泊させておくために、航行を見張る一席の艦船も置かなかったために、ブラウンの行わせた妙義が成功した。 サミュエル・ニコラス艦長翌朝、ニコラスの海兵隊は抵抗もなくナッソーを占領した。それは、ホップキンス大将が書いた文書が街中に配られた後だった。彼らは途中で、町の指導者による委員会委員に出会い、町の鍵を手渡された。ホップキンスとその艦隊は2週間ナッソーに泊まり、残っていた38タルの火薬を含め、艦船に合わせられるだけの武器を積み込んだ。 地元のスループ船であるエンデバーには、物資のいくらかを積んで運ばせるために徴用した。ブランチ事は、反乱軍が占領している間にその士官たちが、貯蔵していた酒の大半を飲んでしまったことに苦情を、言い、逮捕されて、アルフレッドに連れて行かれる時は、処刑台に向かう、重罪犯人のように鎖に繋がれたとも記していた。アメリカ軍がナッソーにいる間に、フライが到着した。 その艦長はフライトホーネットの偽装がもつれ合い、その結果ホーネットが大きな損傷を受けたと報告した。3月17日、艦隊はブラウン知事やその他役人を捕虜としてロードアイランドのニューポート沖にあるブロック島海峡に向けて出港した。帰りの航海は艦隊がロングアイランドの水域に達するまで平穏に進んだ。 4月4日には、イギリス海軍の HMS ホークと遭遇して、これを打破し、翌日には、多くの武器や火薬などを積んでいたボルトンを打破した。4月6日、イギリス海軍の武装が強固な六刀艦である、HMS グラスゴーと出会った時は、抵抗にあった。この時の海戦では、武勢のグラスゴーがうまく打破を免れ、アメリカ艦隊はカボが大破し、その艦長で、 ホップキンスの息子である、ジョン・バー・ローズ・ホップキンスに負傷を負わせ、その他11人を戦死、または負傷させた。アセス・ナッソー艦隊は4月8日に、コネチカットのニューロンドンに入港した。ブラウンは、最終的に、大陸軍のウィリアム・アレクサンダー将軍と、捕虜交換で釈放されたが、事件全体の取り扱いで厳しく批判された。ナッソーは、比較的防御が甘いままにされており、 1778年1月にも再度アメリカ海軍の脅威にさらされた。その後1782年にスペインのベルナルド・デ・ガルベスイ・マドリードが指揮する部隊に占領されアメリカ独立戦争終戦後にイギリスの支配に戻された。ホップキンスは当初ナッソーでの成功を称賛されたがグラスゴーのダ歩に失敗したことと乗組員が艦長について苦情を漏らしたことから 様々な調査をかけられ、軍法会議にかけられた。その結果、プロビデンスの艦長がその任を解かれ、ジョン・ポール・ジョーンズと交代した。ジョーンズは、グラスゴーと遭遇した時に、乗組員が病気で減っていたにもかかわらず、前線しており、その後に、大陸海軍で艦長の指名を受けた。ホプキンス大将は、戦利品を配ったやり方が批判され、 バージニア海岸を偵察する命令に従えなかったことで大陸会議からの避難につながった。その後も失敗や告発が続いたことでホップキンスは1778年に海軍からの退役を余儀なくされた。アメリカ海軍の艦船の中で2隻がアセス・ナッソーと命名されてきた。強襲揚陸艦のアセス・ナッソーラマイナス4は特にこの戦闘にちなんでの命名だった。 護衛空母アセスナスソイ区部 -16 は、フロリダ州とバハマの間にある水域ナスソー湾に、ちなむ命名である。ありがとうございます。